はい、こんにちは。小豆島の漁師浜湯です。今日はですね、あるものが取れたんでそれを使っていきたいと思います。その食材がどうぞ。はい、それではハモの捕獲シーンを見ていきたいと思います。ちなみに僕が裸なのは沖から帰ってきてそのまま晩酌を飲みながら編集しながら、このように声入れをしているからでございます。でこの日はサバゴも大変多くてですね、サバゴもたくさんいました。サバゴは商品価値が全然ないので、あのアナゴカゴの餌にしたりとか、いろいろ再利用して使っております。であのハモがねかかってきたように見えたんですが、そうだ明日はハモの撮影にしようということで、このハモをですねいちいち池間に入れてたのをすくってもう一度網にかけてかかったようにしております。そういうところはやっぱ正直に言わないといけませんからね。で次の日、めっちゃ遅いんですけど次の日になってハモをすくって、でこのハモを締めていきます。締めようと思って首のところをガーッと持とうと思ったらヌルヌルっとなってね、ハモが、逃げました。でハモは攻撃性がすごくて、でなおかつ歯がめちゃくちゃ鋭いんですよ。で噛まれると大変危ないので、こちらの滑り止めのタオルでガッと掴んで一気に締めていきます。包丁でザクザクっと一気に頸椎っていうのかな、背骨を切断して、で背骨が切断できたらちゃんと血抜きをしていきます。でハモはね生命力がすんごいんですよこのようにめちゃくちゃね急に動き出すから、でこのままでは身が受け付してしまうということで急いで神経抜きをしようと思い、神経棒を、背骨の神経の穴に突っ込みました。で神経を抜くと本当ね魚不思議なくらい動きません。やっぱね伝達するものがないからですかね。で今見えた白いのがあの神経でございます。で見てください、心臓がねビクビク、まだほらすんほら動いてるんですよ何やねん動いてるってまあね動いてるんですよ。でそれを箱に入れて、それをっていうかハモをね、でサバゴもたくさんいたんでサバゴもついでに入れておきます。じゃあこんな感じでバイバイ。そうハモでございます。ハモね、あの骨がすごいじゃないですか。で本来骨切りして湯引きとか、まあ、蒲焼きとかで食べるんですけど、それはもう普通すぎると。で僕が今回思いついたのは、骨がすごいんだったら圧力鍋で炊けばいいじゃないかと思いついたんで、あいつをね圧力鍋で炊けば骨がなくなるのか気にせず食べれるのかという検証を今日はしたいと思います。で気がついたら、あそうだ僕今日っていうか、あ僕圧力鍋持ってねえやということで、もうすぐ地元のホームセンターが開くんで、まずそちらね買い物に行きたいと思います。それじゃあ行きましょう、レッツゴー。マダラちゃんもね、あの冬だったら一緒に連れて行くんですけど、今夏でめちゃくちゃ暑いんで、お留守番です。さよなら。まあね、ハモの圧力鍋するんだったら最初から揃えとけよってこう思うかもしれないんですが、いつもね急に思いつくんですよ企画を。急にあこれ来たからあれしようとか、誰かがこれを送ってきてくれる、じゃあ明日はあれだなみたいな、ね、もうだから空白の予定が次の日に埋まるという。だから結構僕はカレンダー空白なんですよ。でも次々ねほぼ毎日、YouTube ともう沖の仕事があってね、結構ね、忙しいんですね。それがそれにしても最近暑いですね。今現在8月の、いつかちょっと忘れました、5日ということで。はい、圧力鍋も買いましたが、このまま帰るのもあれなんで、帰り次第にちょっとね、小豆島の綺麗な風車を見に行きたいと思います。はい、セミの声がめちゃくちゃうるさい中、こうやってね歩いて向かっていきます。しばらく歩いていくと綺麗なギリシャ風車が見えます。今日は全然人がいませんね。で本来はあそこでですね、あの魔女のほうきを持ってピョーンと飛ぶのがね有名なんですが、今日は一人でできないので帰ります。はい、じゃあ帰ってきました。改めまして今日の食材が、はい、こちらハモでございます。それとおまけにサバゴをご用意しました。でこれはもう一旦ね先シンクに出しておきます。よいしょ。でハモの名前の由来なんですが、見てください、ほらすごいね
口を持っていてめっちゃ攻撃的なんですよ。でこれでよく噛むことからそれがね転じて、噛むハムがハモになったと言われております。でまあ私は圧力鍋を使ったものがないものですから、ちょっと圧力鍋をしっかり下調べしてですね、それから始めたいと思います。おおおお、ちょっと調理の仕方とかも全然わからないんで、先にちょっと携帯で調べます。まずはい、それじゃあ下調べは抜群ということで、この子をですね骨口食えるかどうか圧力鍋でやっていきたいと思います。やっていきましょう、レッツゴー。じゃあまずハモはぬめりがすごいのでハモのぬめりを取っていきます。金だしでこすると、まあ残っちゃうんですけど、まあ他のがないのでちょっとこれでいきます。でナイロンターシか、もしくはお湯をねさっとかけてあげてもいいかもしれませんね。でハモのぬめりが落ちました。もう普通にねそんなぬめらない。でついでにサバも、まあ鱗はそんな全然感じないんですけど、ぬめりを落とし取っておきます。よし、 OK。 はい、じゃあぬめりが取れたらハモをまな板へ移動します。それとサバも、じゃあちょっと先にサバをやっちゃいますね。もうこれぐらいの小さなサバだったら、ここからもう斜めにスコンと落としてあげて、で腹を裂いて、でお腹を出してあげる。これで OK です。であとはまあこういう血合い膜とか切って、汚れ落として、でどうしようかな、これはもう、2つに切っておきましょう。でこれで洗って、これは OK で、ハモなんですが今回2枚おろしとします。なので料理屋さんで出るようなよりね、ちょっと幅が広いというか大きいんで、まあ、それは関係ないんですけど、やっていきます。でも頭をね、まあ、落としていきます。よいしょ、こんな感じです。で返して、でお腹もこう押さえていきます。よいしょ、でなんかね食べてると思ったんですよ、ほら。で昨日取れた時お腹パンパンだったんで、なんか食ってるなと思ったんですけど、このようにイワシをいっぱい食べてます。でこの個体はオスですね、白子みたいなのを持ってます。え、メス？あら、卵みたいなのも持ってる。え、ハモって両生類？ちょっとこれリサーチ不足なんで、ちょっと今度調べます。でまあ内臓を取ります。よいしょ、わくさで、なんかちょっと大きいエソみたいなのも食ってますね。これちょっと先片付けます。よいしょ。でハモは肛門よりですね、まだね全然指が入りますから、奥にちょっと開いてあげないといけないんですね。まだまだ奥が広いですね。どこまで続いてんだ、かなり深くまでありますね。ここまでか。だいたい尻尾までの半分ぐらいまで、このように腎臓がついてるので、腎臓とこの白子をかき出します。でこちらで洗います。で白子もね、もしかしたら食べれるのかな、これちょっと今回は分からないんで使いませんが、今度食べてみたいと思います。腎臓は結構簡単に取れますね。天然ササラを使いましょう。はい、じゃあ綺麗になりました。でこれをまな板に戻して、はい、じゃあ水気が綺麗に取れました。じゃあうまくいくか分かりませんが、開いていきたいと思います。瀬戸は日暮れ天丼、もうね、あんまりこっちの方はもう切っちゃいましょう。で返して、でお尻の方から入れていきます。こんな感じで合ってんのかな、ちょっと自信ないけど。でまあスーッと、一つ分かったことは盛大に骨の下行ってた。よし、ちょっとリカバリします。でまあこれ盛大にね、ここのここより下を切っちゃってたんですが、ハモの骨はですねめっちゃ三角形になってるので、まあ、ちょっとこっちから包丁を軽くね立てらせて、斜めに包丁を入れていきます。でまあ切れてるとこまで取っていきましょう。よいしょ、でこっちと、よし、はい OK、まあ、なんとかこれで、下ろせましたということで、でまあ、今回骨も食えるか企画なんで、この背骨も残したままやっていきます。まあでもさすがにね、このヒレだけは取っておこうかなということで、
ヒレを取っておきます。よいしょ。はい、これで OK で、だいたいね、そうだな、適当な大きさに、拳大の大きさに切っていきます。合わせて合わせて、よし。で、これを圧力鍋へドゥル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 ドゥヤーします。で、サバも入れておきます。よし、これで OK。 はい、じゃあ圧力鍋の準備ができたら、ハモの横で生姜で、新生姜しかなかったんで、新生姜をカットしていきます。これちょっと傷んでるのかな。で、まあ軽く短冊っぽく切りましょうか。よいしょ。で、切ったらまあ重ねて、まあ伸ばして、で、切っていきます。よし。で、これもへが出た入れていきます。で、その他にみりん、酒、醤油、味噌、砂糖を準備して、まず軽く水を少しで、酒を4で、醤油を少しで、みりんも4で、まあ砂糖を大体の大雑把で加えます。で、味噌も入れてあげる。よし。で、本来はここでもう蓋をして、何言うんだ、加圧調理じゃねえわ、なんだ、ほら、圧力調理をするんですが、ちょっと味見しないといけないんで、先に火をつけてなじませます。じゃあ軽く煮立ったら、ちょっと味見をしますね。うん、分からん、生姜入れすぎた、ちょっと生姜を入れすぎたので軽く抽出しておきます。もうちょっとみりんと酒を足します。みりんと水を足そう。で、軽く砂糖も足して、うん、これで完璧。ちょっと味噌も足しとこう。で、蓋をして、で、これよく分からんですけど、高圧にして、で、弱火で、弱火で40分ぐらいちょっとやってみようかなと思います。はい、で、こちらのハモなんですが、せっかくだから湯引きを作っていきたいと思います。もうハモの湯引きといったら王道ですからね。で、あばら骨をすいていきます。薄いんだな、これが。手前の方から、拾い上げるようにすくっていきます。で、取る。で、次に骨切りをしていきます。本当はね、もっとね、でっかい包丁の方がいいんですよ。出刃はまあやりにくいんですけど、包丁の重みで切った方がやりやすいんですけど、切っていきます。もうめっちゃ薄く慎重に骨を立って、皮までいったらこう、骨を切って、皮までいったらこう、下までいってこう、まあ、これの繰り返しですね。これが案外難しいんですよ。で、下まで行ってないとね、すっごい骨の食感が残ります。薄く薄く、で、これね、皮一枚残して切るのがまた難しい。普通にね、下まで行くのは誰でもできると思うんですけどね、僕もね、さっきからうまく見えてるように見えて、皮めっちゃ切れてますからね。はい、じゃあハモの骨切りができましたが、ほら見てください。まあ素人の骨切りはこんなもんです。皮がね、途中で切れちゃったりしますね。で、適当な大きさに切って、よし、はい、切れました。こちらはですね、湯引きと炙りにしたいと思います。じゃあ炙るやつをまず並べて、これぐらいでいいかな。で、軽く塩を振って、こちらの家庭用バーナーで炙っていきます。
切れ込み裏側めっちゃ入ってるから大丈夫かなと思ったらめっちゃ丸まりましたね。まあ結構あぶれてるんでこれでよし。これは冷蔵庫で冷やしておきます。で次隣でお湯を沸かします。でこれも沸騰させましょう。で沸騰したらハモをさっと湯に落とします。これで花びらを咲かせましょう。花びらのでもさっとしたらさっと氷水です。さっさっさですよ。よし。でこれで冷やして締めます。はい、冷やりました。これで水気をしっかり取ります。はい、水気がしっかり取れました。で水気が取れたら冷蔵庫で冷やしておいたハモちゃんも取り出します。ちょっとでハモも出して、じゃあお皿に、で今日はシソがないので笹の葉、これをちょっと洗います。これそのままだとねかなりの笹の匂いがつけちゃうんですよね。でまあ適当に切ってで飾って、そうだそういえばね木と葉っぱがある。この木を下に入れて、よし。で奥にまず普通のやつを並べていきます。下に入れちゃおうか。で手前に炙りを入れていきます。よし。で黄色とで、まあ、適当にもみじで、すだちを切って、で最後に紫を添えます。よし。はい、ハモの煮しもり完成です。湯引きと炙り刺し。でちょっと梅買うの忘れちゃったんで梅肉チューブチューで、まあすだちでも置いて、でおばあちゃんの魔法の粉をちょっと加えておきましょうか。これで最強だ。はい、というわけで、40分経ちました。映ってるかな。じゃあ火を止めて、あとは出てる。で蒸気穴から蒸気を抜いていきます。これでいいのかな。抜けないじゃん。どうしたらいいんだろう。なんかですね、調べたところ最初は強火じゃないといけないみたいで、もしかしたらうまくできてないかもしれません。ちょっと開けてみましょう。まあ重りも下がっているということで圧もないらしいです。じゃあちょっと開けていきます。よし。はい、こんな感じでございます。普通の40分煮物の可能性が高いです。どうなんだろう、できてんの。まあサバが骨口食えたらちょっとできてる証拠としてちょっと食べてみます。サバの骨、柔らかいっちゃ柔らかいけど、どうなんだろう。まあちょっと失敗した可能性が高いんですが、ハモ揚げていきます。よし。はい、 OK。 で小鳥で小鳥で2種の梅肉とわさび醤油。はい、それではハモのお刺身と湯引きと圧力鍋でしたやつです。それじゃあ溶けよう、始めようか。はい、それではいただきます。そしてビール、もうめっちゃ喉渇いてたからね。ジーン、ゴールデンタイム。で上級者はですね、冷凍庫にコップで加えます。で出陣と。はい、それじゃあ改めましていただきます。今日はねバトゥーはなかったんですが、乾杯。じゃあまずはいきなり本命のこの圧力鍋が圧力できてないかなハモちゃんいただきます。で味噌の味付けはまあちょっと薄味噌だけど、まあ美味しくできました。でね、全然こっちはちょっと無理ですね。硬そうです。硬、ちょっとこっちをいただいてみます。果たして骨口食えるのか。でもね、盛大に突き出た骨が見えてるんですが、結果はまあちょっと見えてますが、食べてみます。ちょっとごめんなさい。ちょっとね、もう一度圧力調理をもう一回やってみましょう。ちょっともう一回戻します。でちょっとね、もう一回しっかり蓋をして、で最初は強火でスタート。で加圧もしっかり高圧にして、でまずここから蒸気が出るのを待ちます。
いや、あのこっちから出るのかと思ったらこっちから盛大に出てきました。そしたら弱火にして、うちの親指ちょっと弱すぎるんでこれで1個だけ上げとって、これで様子を20分見ましょう。まあその間僕はゆっくり飲めるのでよかったかなと思います。じゃあ次、炙り刺し。じゃあ炙り刺しをまずね、わさび醤油、これね、あの国民宿舎の木下さんに教えてもらいました。でいただきます。うん、うんうん、うまいな。炙った皮が香ばしくてですね、でそれでいて油が乗っててもちもちとしていて、とっても面白い食感といい葉物味、最高。まあ、せっかくだから梅でもね食っちゃいます。うん、あ、炙り刺しだったら、まあ、梅よりはわさび醤油かなっていう感じですね。でちゃんと骨切りできてるのかっていうところなんですけど、まあ、あのしっかりね、あの失敗しながらも皮までジャグジャグと皮まで入れたんで骨は全然気にならないです。あの大きさでも十分美味しくいただけております。ドヤっていう、ドヤっす。で続きまして、こちらのですね、湯引き、これはこのおばあちゃんの粉入りのね、あの梅して、これでいただきます。夏の定番ですね。うまい、これはうまい。僕ね、あのちょっとやりすぎちゃった、あのあれを、湯煎を だいぶちょっと火が通ってるけど、もうちょっとね早くてもいいかな。それでも鱧の味がしっかりしてるし、で皮もねしっかりと柔らかくて、それでいてまた味がいい。炙り刺しとかぶってますけどね、やっぱ梅ですね。湯引きはわさび醤油、これもまたうまいな。どっちもねいい塩梅なんですよ。あ、ごめんなさい、今こういう顔をしながらね、ベロであの口の周りの白層を取ってました。めっちゃビールに合うな。それじゃあちょっと圧力鍋の方を待ちます。はい、じゃあ20分経ちましたんで火を止めます。でこれでちょっとね、待ちましょう。ここで多分圧が下がるのかな。おお、びっくりした。今ので本番に圧力がかかっとったというわけで、ちょっと上げていきましょう。それにしてもすっごい圧力のあれでしたね。まあじゃあ外していきます。よいしょ、オープン。わっ、焦げてないかな。うん、焦げた匂いはしないですけど、かなり真っ黒ですね。すごいわ。これもうちょい水少なかったら焦げてただろうな。まあ、せっかくなんでサバと、まあ、ちょっと小切れな身の、ハモの身のところ。はい、じゃあもう全く味噌煮には見えませんが、味噌煮の完成です。それでは2回目いただきたいと思います。いただきます。どうかな。まあ、見た感じはね、ほんとさっきと違って、わ、骨も柔らかそうだね。ハモいけますかね。まあちょっとここに見えてますけど、じゃあもうハモの、中骨もついてます。中骨付きいただきます。うん、あ、うんうん、食べれますね。うん、まあでももうちょっと20分じゃなくて30分しっかり加圧した状態でできてたらもっと柔らかかったと思います。でもがっつりハモの骨ですね。うん、ちょっと硬いんだけど、まあ食べれるは食べれます。で普通の身の方は、うん、もう全然おいしくいけます。最高です。でこちらサバゴですね。うん、サバゴだったらもう佃煮です。柔らかくておいしい。まあ、ただ圧力鍋ってあんまりその醤油とか入れたらこう今みたいに黒くなりすぎちゃったりするみたいで、ちょっとねそこはもうちょい下調べが必要だったかなと思いますけど、まあ結果として、しっかりと加圧して調理すればハモは骨口食えるということが分かりました。まあ、こんな感じで本日もご視聴じゃないわ、ごちそうさまでした。はい、皆様本日もご視聴ありがとうございました。いや、 YouTube のため、魚食推進のためとはいえ、圧力鍋6000円はちょっと痛手でしたけど、まあ美味しくできたんで、よかったです。で、あとなんだ、まあ今後のチャンネルでも使っていくと思うんで、それはそれで、まあ買ってもよかったかな。うん、いろいろ試してみたいと思います。で、まあこの後一服して、ゆっくり寝て、そのまた夕方から起きに行きます。
本日もご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。もう一本だけ飲もうかな。